いつもご覧いただきありがとうございます。商業時計店合田です。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりします。よろしくお願いします。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 はい、本日はですね、はい、以前に結構昔だったような気がするんですけど、うん、動画のリメイクをやろうと思いまして、はい、でその内容っていうのが、まあ、最近でもちょっと手巻き式の懐中時計や腕時計を購入されたお客様から、うん、どうやって巻くのが正解なのかっていうようなことを聞かれることが多くてですね、はい、前にもその動画をアップはしていたんですけど、ちょっとリメイクをしてということで。はい、今回はやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、結構販売とかしてましても、ゼンマイの巻き方知らないって人が多いです。まあ、なぜかというと、懐中時計は初めてやということも人も多いので、巻き方がわからない。で、巻き方がわからないっていう、まあ、基本現行の時計というのはリューズで巻きます。まあ、たまにイレギュラーなものもありますけど、ゼンマイに巻く際の、まあ、注意点といいますか、巻き方っていうのをですね、解説させてもらえたらと思います。はい、ちなみに僕は、手で言うとですね、中指と親指掴んでゼンマイを巻くということを繰り返します。はい、まあよく巻いてますよね。はい、まあほとんどの人がこれで巻いてるんじゃないかなと思います。そうですね、私も多分自然とそうなってるのかなっていう感じします。はい、その理由なんかもですね、後ほど説明させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。では合田さん、早速ですけど、はい、懐中時計からちょっと手巻きの方法、巻き方をちょっと教えていただきたいなと思いまして、ちょっと恥ずかしながら私も最初分かんなくって、はい、合田さんの動画を見るまでは単純に巻いてたんですけど、ちょっとこういうふうな、まあ、こう巻くっていうことで、そうです、はい、はい、実際は本当はどうなのかっていうのを実演してもらっていいでしょうか。はい、ではちょっと実際に巻いてみます。はい、まず中指と親指でつまんで巻いて戻して巻いて戻す、まあ、これには理由がありまして、どの指で巻いても別にいいんですけど、中指が一番長いっていうこともあって距離が巻き上げられます。はい、これで巻き上げられる。でよく聞かれることがありまして、なぜ戻すんですかと、はい、一方的に巻けばいいじゃないですかというふうに。そうですね、なんか普通はそういう感じですよね。はい、これはですね、表を見ては分からんので裏を見ていきましょう。はい、まあこの時計の場合は、懐中時計はスケルトンで装飾が多いので、シンプルな腕時計でお見せしましょう。はい、こちら腕時計なんですけれども、裏面を見るとこちらにある、はい、これが小ハゼという部分になります。小ハゼ、はい、でゼンマイを巻いていると、今小ハゼがそのまま、はい、動いてますね。動いてます。で、はい、そのまま巻くとこんな感じで小ハゼがカツンと、まあちょっとオーバーにお外やります。はい、カチッと聞こえるんですが、はい、この小ハゼがカチッと戻ることによって、いずれ歯車の摩耗につながります。ということもあって、巻いたら戻す、手で戻してあげるということで、無理な負荷がかからずにゼンマイを巻き上げられると。時計というものは反復運動の繰り返しなので、基本的にはこうゼンマイ、まあ、このゼンマイの構造の方はスケルトンの方が分かりやすいので。はい、動力源はこちらのゼンマイです。この渦巻いているパーツがゼンマイ、はい、でこれを巻くほどに縮んでいきます。はいはいはい、なんかそれはゼンマイの方はなんかよく目に留まってたんで、はい、よく見る感じですけど、まあ普段普通の時計ってスケルトンあんまりないと思うんで、まあ、スケルトンじゃない時計の場合はこのように分かりにくい、まあ分からないですね。あんまりゼンマイがまこう縮んでるみたいなのとか見れないんで、はい、正直巻けてるかどうかよく分からなかったんですけど、もう分かるとすればこの巻く時の手応え。でやっぱりね、最初は軽いんですよ。ゼンマイ広がっているので、はいはい、で広まっているので分かりに、まあ軽いんですが、こうグッと締まってくるほどに硬くなってきます。まあ、若干ですけど、今のユニタスのとかああいう現行の時計の場合そんなに手応えはないかなと思いますが、19世紀とかは割と分かりやすく伝わります。なんか重くなるっていう感じですかね。そうですね。やっぱりこうゼンマイ巻いてくるとバネと一緒なので縮まってくるとこうグッと、今これで巻き止まりました。はい、なのでこれが広がる力が機械式時計の動力源です。これはもう今の機械でも昔の機械でも同じ原理ですね。風ちょっと戻るんですけど、はい、小ハゼって一体何なんですか。なんかまあ実際にちょっと見たんですけど、はい、一番どういうような役割をしている？今この歯車の、まあ、この車の裏がゼンマイです。香箱っていうゼンマイが入ってるんですけども、はい、その香箱がビューンとバネのように縮まりって広がってしまわないために、この小ハゼで制御してます。だから逆戻りしない。はい、今こうやって巻いて戻した時に止まってますよね。じゃこれ小ハゼないともうビューってビューってなんですか？よくある小ハゼがまあ故障した時計とか、これが外れている時計の場合はゼンマイが永久に負けないんです。結構重要な役割ですね、これは。はい、この時計というのは面白くて、一つも無駄なパーツがないですから、まあこのようにゼンマイ巻いて、巻いた分止めて、で、あとは他の部分で制御して、時計というものが成り立っているということになりますね。後発がバカになってしまうと、もうこの巻き止めができなくなる。ということで、ゼンマイが負けなくなるという現象が起きます。わかりました。ありがとうございます。はい、ぜひこのように巻いてあげればと思います。はい。はい、和田さん。先ほど、はい、懐中時計と腕時計とを実際に巻いて見ていただきましたが、うん、はい、これやはりもう皆さんに参考にしていただきたいなっていう感じではありますが、はい、はい、やっぱりこの全部積み重ねなので、ちょっとしたダメージっていうのは積み重なるとですね、やっぱり時計っていうのはいずれ故障する原因となりますので、はい、1回2回では壊れません。ただまあ繰り返すことで壊れてしまいますので、まあ、そういう細かいところを少し注意しながら使っていただければなと思います。そうですね、やっぱりまあ修理もできるだけ、はい、ないようにしたいですもんね。そうですね、はい、時計なので。こちらの動画が参考になれば幸いです。またですね、先日シュトゥルマンスキーのガガーリン、こちらの手巻き式の時計をお買い上げのお客様、ありがとうございました。手巻き、まあ手巻きといえるとですね、巻くっていう構造自体は一緒なので、今回の動画のように少しこう気を使ってといいますか、まあちょっとだけですけど気を使いながら使いいただければ、楽しく時計ライフを送っていただけるんじゃないでしょうか。ページの方は概要欄をご覧いただければと思います。あとですね、お知らせがございます。6月の30日この日にですね、商業展示会を開催いたします。懐中時計がたくさんある世界をですね見ていただこうと、ちょっと諸事情によって30日のみとなりましたけれども、まだ応募はできますので、ぜひお早めにご予約いただければと思います。それではですね、こちらの動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。6月30日懐中時計展示会を大阪で開催します。一点物のヴィンテージであったり、あとで可能な限りですがオリジナルウォッチも持っていこうかと思いますので、もちろんオーダーも可能となっております。ぜひ今ならまだ空きがありますので、今のうちにご予約いただければと思います。完全予約制となっておりますので、早い者勝ちです。お待ちしております。